第二次世界大戦の三戦国連合国と、その植民地、非占領国連合国数軸国と、その植民地、独立維持のために、数軸側に組みした国数軸国に占領され、その区別とされた国、中立国小丸は、都市国家や小国家を示す。第二次世界大戦の三戦国では、第二次世界大戦に参戦した、 連合国と数軸国国とび主要な中立国を列挙する。1945年には当時世界に存在した国家の多くが連合国として参戦した。イタリア王国、ルーマニア、フィンランドなどは敗北が明白になったり国土を連合国軍に占領されたりしたために連合国側に立場を変えた。トルコやアルゼンチンは対戦中の大半にわたって中立を維持したが 末期には参戦した。また、スペインなど、中立であっても何らかの形で、戦争協力を行った国や、戦争被害を受けた国も存在する。以下の国々はかつて数軸国の一員であったが、戦局の悪化により連合国側と休戦し、その後数軸国側と交戦した。ただし連合国共同宣言には署名していない、共同参戦国という扱いであった。戦後、 これらの国は敗戦国として、講和条約パリ条約を締結した、国境線に中立国を示す看板を立てる三回りの、ありがとうございます。